みなです。バンビです。今日はあれこれハウマッチやります。物が3つ出てくるので、こちらから高い順に1、2、3と並べていきます。皆さん一緒に予想してみてください。回答者はバンビちゃんです。よし、今日は罰ゲームなし。あるでしょ。罰ゲームがあるので真剣に考えてね。じゃあ頑張ります。今日は調味料編でいきたいと思います。そっちの辺も買わない。1つ目、こちらです。キューピーのマヨネーズ。難しいね。ねえ、マヨネーズはタイ人の人はどうやって使うの？揚げ物食べる時とか。あー、ケンタッキーと一緒にとか。バンビちゃんはマヨネーズ派。私は何もつけない派。何もつけないんかい。いや、本当につまらない人です。つまらない。ですがタイでもとっても人気です。なにこれ。こちらはナンパです。こちらは少ない方かも、匂いとか。ナンプラーってちなみにどんな料理に使うんですか？ガパオライスとか、作るとき結構ナンプラー使います。カオパッとか、あとクイッテオとか。そうそう、クイッテオ入れます。3つ目、あーやば、わさび大好きだ。ちょっと今日の罰ゲームはこれ食べるわけじゃないですよね。その可能性結構あるな。でもタイ人にわさびってそんな罰ゲームじゃないんじゃない？いや、罰ゲームじゃないかも。辛いのいけるでしょ。値段わかんないです、全く。タイ人にはわさびなんて使わないですよね。お寿司屋さんとかに行くときくらいですね、はい。お刺身とかお寿司とかしか使わないかな。冷ややっことかにも合うよ、意外と。冷ややっこ？お豆腐。あー、今度食べてみます。ね、これは一番安いだと思う、とりあえず。メーカーシェって言ってね。ちょっと高いブランドとかそういうわけではない。まあまあ高い。まあまあ安い。いや、どっちだよ。高くもない。なんか普通の値段だと思います。これかな。感覚としては、こっちだと思います。まみちゃん、それでいいですか？一番高いのがわさび。次にマヨネーズ。次にタイの醤油ナンプラー。今日の罰ゲームはわさび入りお寿司。これ罰ゲームじゃないじゃないですか。もう入れてるんですか？もう入れてます。罰向けないでくださいね。5つあるんですけど、そのうち2つだけわさびを入れてるので。もしかしたら当たらない可能性もあるかもしれない。全然罰ゲームじゃない。いいなぁ、これはいい。いいなぁ、むしろ食べたい。でも相当わさびが入ってる可能性もあるからね。やだ。一番高い順からわさび、マヨネーズ、タイの醤油のナンプラー。こっちだと思う、私。正解です。ちなみにいくらだと思う、それぞれ。65バーツ。違います。マヨネーズが200ぐらいだったと思う。今回用意したマヨネーズが84バーツ。あ、そんな安いんだ。わさび60。わさびが60で、それが23バーツ。安っ。こっちが80バーツくらいだなと思ったけど、こっちが100バーツだと思った。日本だとこれ100円くらいだから。はい、もう来いよ来いよ、バスケも来いよ来いよ。口が悪くなった、ヤンキーバンビ出てきたぞ。じゃあ罰ゲームを。お寿司茶の中に米じゃなくて全部わさびだったらやばい。そう、それはやばいぞ。ちなみに辛いのを抑えるのはマヨネーズがいいらしいですよ。やばい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 。本当ですか？本当です本当です。信じます。見るのはいいですけど、思ったりするのはダメですけど、どれか5つのうち2つ入ってます。一番時間からこっち入ってるかもしれない。どうしよう、どれに行くかな。真ん中も入ってそうな。5分の2でしょ。それで行くんですか？バンビちゃんの運命はいかに。わー、お寿司です。おいしそう。あ、大丈夫だよ、下ちゃんとお米入ってるよ。いただきます。召し上がれ。お、はい、マヨチュッチュ、マヨチュッチュ。
ってる、結構入ってる、結構入ってる。バンビ動く、バンビ動く。どんぐらい辛い？ちょっと待って、10点中何点辛い？10点そんな辛いの？やばい。これはどれぐらいわさび入ってるんですか？人が食べてもまあ別に耐えれるぐらい。今戦ってる、戦ってる。どう？勝った？負けた、負けた負けた。お疲れ様、バンビ。お疲れ様。やばいです。皆さん、わさびもう食べないでもう大丈夫だと思います。人生で最後のわさびです。皆さんは当たりましたか？ちょっと難しかったと思いますが、次回もハウマッチ楽しみにしててくださいね。バイバイ、バイバイ。今日の動画の詳細を概要欄に載せてます。いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。